皆さん、あれは眠っているわけではないですよね。眠ってるのかな？てるかな？起きないよね、君。あ、消えた。今のネズミが、多分死んでたと思うんですけど、消えましたね。この壁についているライトはスイッチを押して押せないんですよ。ここなんか起きんか、あ、やっぱり起きた。怖。こういうのってすごいうまいよな。振り向くな。どう思いますか？これは、振り向くなって言ってるってことは、振り向けってことですよね、きっと。どう思いますか？振り向けってことですよね。人生に対して振り向くなとかじゃなくて、これは警告だよね。でもね、ゲーム実況をするということでは、振り向かなきゃダメだと思うんですよね、私は。いますね。いますね、確実にね。見えますか、皆さん、影が。いきますよ。覚悟はいいですか？来た！うわー、来た！振り向くなと言われたのに。また、またやられた。アイテムとして手に入れてたはずのドリルがなくなってます。もしかしたらなんですけど、分岐があるのかもしれないですね。このゲーム。私は勝手にね、一本道でこういった過去とかね、その世界を追体験していくゲームだと思ってたんですけど、あのドリル使ってませんから、絶対なんか、分岐があるような気がしてきました。そしてここには特に出口らしきものがない。で、なんか変な声が聞こえる。声なんだろうか、音なんだろうか。まあ、壁の中に歯車があるってこと自体がもうちょっとおかしいですからね。文字を見つけました。小さな痛みは長く続く。また不気味な言葉。これは特に触れたりしないんですね。触れたりしないってことは開けたりもできないし、あ、ノブがあった。触れないですね。ということは、また振り向くとなんかいたりしません？今日2回やられましたよ。すいません。何が、なんか、泣いてますけど。大丈夫ですか？また世界も変わってる。あ、開くようになった。あれは鍵なのかな。でもすごい悪趣味ですよね。引っ張るたびに悲鳴が聞こえる鍵っていうのも。あ、これ特に閉まらない。高速回転しない。あ、なんかあった。ブレーカー。皆さん、電気がつきましたよ。これ、あれかな？何もないのかな、もう。
高速自動ドアじゃないドアだとなんか意味があるかなと思っちゃうんですけど。よし、じゃあちょっと行きますよ。文字もないですね。今回今更なんですけど、デッサンズたち出てきませんね。ネズミが復活した気がします。デッサンズたちがなんかまともに出てきてないんで。ホラー戦隊デッサンズ手紙ないと。手紙が読めるかと思うと読めないんですよね。いい意味でその皆さん聞こえますか？ざわついております。とってもざわついております。であとあれがなんかここがざわついております。You fucking took it from me! My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! よくも私から奪ってくれたな。私の大切なものを取り戻してやるぞ。お前を取り戻してやるぞ。元通りにしてやる、必ずだ、みたいなことを言ってますけど、絵の具だもんなこれ。もしかしたらそれで絵を描いてる、自画像を描いてる、自画像じゃない、奥さんの絵かな。でも奥さんの執着はなんかなくなってる気がするんですけどね。ちょっと時系列がはっきりしませんね。前回の第5回目ではなんとなく奥さんの執着がなくなっているような感じだったんですけど、娘さんに言ってましたもんね。で今回はまたちょっと奥さんとのあれが出てきてるな。どこだ、今いたでしょ誰か。いや影は歩いてるんですよ奥さんが。本体はいないけど。もう一回襲われる、ひょっとして。ごめんなさい、消しちゃダメだったかな。何も見え、一応見えるこっちは。いやなんかまた出てきそう。すごいざわざわ言ってる。じゃあざわつきアイテムがあるわけですね、どこかに。これか、これですね。ざわつきアイテムがありました。取ってみましょう。It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. もう望みはない。両手が折れてるのに手を絵を描こうとしているようなものだ。どういうことだ。パレットが割れたから、まあ、多分。うわっ、うわ、また来た、
また現れましたね、あの人。あれ？部屋が綺麗になってる。あ、これもつくだろうな、今回は。つかない、つかないかな。やっぱり奥さんがいるんだ、この屋敷には。ということはやっぱり奥さん、いやどうなんだろう、奥さんへのなんか罪の意識なのかな。どちらにしてもここは扉が消えてしまったんで、あそこはもう行けないですね。ということはこっちから出ろってことかな。この絵も二重になってますからね、こっから出ろということでしょう。多分電気は関係ないだろう。おっと、出ましたよ、エレベーター。あ、文字はないね。エレベーターが出ました。今度は降りるのかな。世界が変わるだけのあれかな。このエレベーターは私うまく閉めれないんですよ。あれ閉まんない。あれし、あ、しまったしまったしまった。エレベーター結構閉めるの難しいんですよ。じゃん。下がるんですね、今回は。今回どうせ乗っているでしょう。見てましょう、ずっと。あれ？あれ？特にいませんでしたね。ちなみにこれは？動かしてももうダメですね。じゃあ開けましょう。何の部屋だろう今度は。うわあ、また散らかってるな。散らかった部屋ですね。やっぱりあの歩いてる音がするんですよね、上を。なんかあるかな、こん中。特にない、特にない。ここもないですね。これは閉めれない。絵もないですしね。あ、宝箱があります。ざわつき声が。この中に何かがある。あった。ヒッコリーディッコリーダック The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. ヒッコリーディッコリーダック時計が1時になったらネズミが駆け上がるぞみたいなこと言ってますから。で、笑ってたのでちょっとおかしくなってますね、完全にね。ネズミに対してはかなりの異常なまでの、奥さんも書いてましたけど、異常なまでのもう憎悪でしょうね。殺意、憎悪、憎しみがすごい。今私はとってもとっても思い出してるんですが、こういう時ってここら辺で襲われませんでした、昔。あの あそこに入っていってうぎゃって襲われた記憶が。これはあのザーツキアイテムですよ。 You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk toThe only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. あなたが私のライバルでも、あなたとしか話ができないのよ。
奥さんが言ってるからなんとなくですけど、娘さんに対してじゃないかな。旦那さんは娘さんに言ってますから、執着が。で、またこれお子さんの偉らしいものに変わってきてますもの。いや、ここで出たんだよな、あれ、ここでこういうところで襲われたんですよね。これ何？ちなみに、こういうところで襲われたんですよ前回。これなんだろう。わからないな。とりあえず何も起きなかった。起きなかったけど、なんだろうあれ。皆さんわかります？あれなんでしょう。特に触ったりはできないんですよ。何も起きないと分かると、ちょっと強気に歩けるわけです。やっ、あっちが開いた。ドアが勝手に開きましたね。開く音がしたんで。ごめんなさいね。来るんですか？来るんですか？これは来るんですか？また。はあ、来なかったよかった。お邪魔しました。すいませんでした。ノックもせずに。さよなら。っていうわけにいかないんですよね。やっぱり開けなきゃいけないんだろうな。いや、だって、このパターンでいくと絶対来るでしょ、あれが。サイコショックみたいな。でもこれなんでしょう、奥さんかな。奥さんしかありえないですよね。成人女性ですし。どうしましょう皆さん。でも来ると分かってでもダメなんだよな。来ると分かってても怖いんだよなこれ。ごめんなさい。来ると分かっててもやっぱり怖いこれは。奥さんは絵描かないですよね。でも奥さんしかありえないんだよなこれ。逃げよう。あれ？あ、戻った。戻ってないけど、なんかモノクロのエリアから、世界から戻った。書斎というか事務所ですよ、これ。鍵を置きっぱなしにして、執事と喧嘩してた、その筆談で。久しぶりですね、この部屋。なかなかあの絵を見てないんで。なんか大きいな、音が、引き出しの。奥さんらしき人に3回も襲われました。いやこれでもきついな。あれ1回で慣れないな、あれ襲われるのに。あとこのゲームほど明かりをつけて安心しないゲームというのもないかもしれませんね。特に安心できませんからね、明るくしても。確かここに赤ずきんちゃんのおバカさんな差し絵がありましたよね。何？
この本押せましたよ。なになになに、え？バイオハザードもびっくり。なんちゅうギミックですか。わかってます。出ろと言ってるんでしょう。でもなんか出たらなんか怖いんで、先に他のとこ調べとこうかなと思ってるんですよ。え？なんか明るい。なんか今すごく赤くなかったですか？これ開けたら。気のせいか。一部の絵画は批評は愚か。単純な言葉さえも受けなかった。それらを理解しようとするには、主題に対する基本的な知識が必要不可欠なのだ。赤子の顔はそういった絵画の一つである。この変則的アートは、数万人ものアート通気取りと、浅はかな美術オタクの注目を浴びた。だが実のところ、この作品は、精神的に不安定な画家が、暗い地下室に閉じこもって、一週間の芸術マラソンを行った成果のように見えた。その仕上がりの悲惨さを脇に置いてみれば、この作品のおぞましさは、特筆に値し、赤子、や、なんか赤子の顔多いですもんね。今ネズミの死体がありました。消えましたけど、なんかタオルみたいなのがあります。なんかすごいせかされてます。あの電話にすごくせかされておりますが、やっぱり怖いんで。ああ、酒瓶コレクション何もなさそうですね。おー、眩しい。せめて明るくしましょう。で、君は何か数字を持っているね。ちょっと一回消していいですか。363かな。363ですね。ただ今パスワードがいるようなものは特にないんですけど、363覚えました。金庫とかないですよね。あったのかな。ないですね。よし、電話に行きましょう。ありえないです、このギミック。話をして、どうして私と話そうとしないの？筆談が好きだから。で、なんかが落ちる音がしたんだけどな。筆談コミュニケーションが好きだからです。今奥さんだろうな、話を私としてくれよと。本当に話をしないんでしょうね、画家は。ただこの363はどこに使うんだろうな。特に開かないとことがないですしね。363か、これ開いちゃうかな、ひょっとして。開かないですね。ということはこの部屋でまだやらなきゃいけないことがありますね。ただ電話をかけるのかなとも思ったんですけど、どうやらそうでもなさそうなんですよね。あ、やっぱりかけるんだ。失礼しました。どうやってんのこれ。あ、こうか。すいません、ちょっと今操作方法が。
あれ ?363 かけてますよね。また私が分かってないのかな。363ですよね、これ。光って見にくいけど。363。間違いなく363だけどな。あ、かかった。かかってますよね。かかったけど電話はどこだ。音が特に大きくなるところ。あ、遠くなった。遠いな。誰？うわ。なんだあれ。子供の声までし始めた。あれ？電話が。何か言いますか、あれ。ないですよね。電話の音が大きくなってます。あれ、あれ、ドアがなくなった。どこに行けばいいんだこれ。いや、義足でこれ歩かせるのはかわいそうでしょう。見つけたぞ。You promise. なんだあれ。約束したのに。さすがにもうならないですか。363ではないんですね。でもまたかけなきゃいけないのかな。数字らしきものはもうどこにも。ああ、落ちた。ごめんなさい。ちょっと今、まさか落ちると思ってなかった。またこういった世界に。うわ、これは開けれない。このモノログモノクロ調のところは出るしかないのかな。でも初めてのパターンだ。こんな音がしてる。レッドハーブがある。戻ってきた。戻ってきたけど、あ、またここだ。また開いた。
数字が変わってるとか。数字書いてない。ひょっとしてもう一回行けってことかな、数字が。あ、違うな、世界が変わってる。違うな。あ、でもやっぱりもう一回行かなきゃいけないんだ。数字がわからない。行ってみましょうか。すいません、今回ちょっと長いですね。すいません、皆さんお付き合いください。数字がわからないんですよ。多分同じですよね。あ、違う。あ、また違ってる。じゃあ、あの電話をもう一回かけなきゃいけないとかではなかったんだ。これも閉まらないな。あ、鳴ってますね、やっぱり。鳴ってますけど、電話鳴ってますよね。でもこれまた落ちるしかないんですけど、このまま行くと。あ、ちょっとしたアクションゲームのあれもあるのかな、要素も。だからこのパタパタしてるところに行かなきゃいけないのかな。やっぱりあのあれですよね、数字ですよね。なんか落ちてきてるし。やっぱり電話だな。3桁の数字をどこから見つけないといけないですね。でもそれらしきものが見当たらないんですよね。うわっ、びっくりした、いた。あ、なんかある、数字がある。いや、数字があるけど、あれは見えないなぁ。何番だろう。354かな。あ、落ちた。ごめんなさい。354かな。なんとなくですけどね、354の気がします。謎解き要素が多いのも今回が初めてな気がしますね。でもあれをどうやって見ればいいんだろう。多分これまたここですよ。で、これがまたガチャッと。開くんですよね。で、念のためここに数字がないか。ないですね。354だな、多分。すいません、違ったらすいません。多分ね、あの、電話をクリアするまでは変なの出てこないと思うので、勇気を持っていきましょう。多分354。あれは見たからもう私は分かったことになってるっていう解釈でいいのかな。また鳴ってますもんね、電話。354かな、やっぱり。おお、すごいな。でも、もうちょっと分かりやすいヒントであればいいんですけどね。多分そうじゃないかなって思うレベルですからね、今。
でもね、今のままでは何も進まないですから。あの赤デッサンズがいるところに数字が書いてあったのが354なんですよね。見えたんですけどね。あのちょっと下がるとあの数字がね、3、まあやってみましょうか。あ、出ろってこと？ごめんなさい。あ、そうですよね。ここはこうなっちゃいますもんね。で、これに対して、鳴ってないな。違うのかな。あれさっきから倒れてるんですよね。あ、見ましたか皆さん。ありましたよ。あそこに数字が。853ですね。すいません。落ちた。申し訳ありません。853。このゲームでここまで謎解きに走るようなことがあったのは今回が初めてな気がします。ドッグ、キャット、ラットからね、こういう要素も積んできましたね。多分このショーは、このステージはそういうのがメインじゃないかなと。なかなかうまい作りですね。頭を違うところに使わなきゃいけなくなりますから。大丈夫です、ここはもう出てきませんから。何もダッシュボタンがあったら走りたいくらいですよ。あ、こっちか。もう853を解きましたからね。数字変わってたりしていくたびに、それはもうそうなったら分かんない。それアウトですね。853853。よし、もう踏み外すなよ。踏み外すんじゃないぞ。了解、了解、待ってくれハギー、今出るからね。You promise. Oh, I'm sorry.同じ番号でありますように。同じ番号ですね。これで違ったらね。あれ？あ、なったなったなった。あ、世界がまたどんどんおかしくなった。やっと解きましたよ。これ、あれ？あ、さっきこれが倒れた方に今自分はいるんだ。で、あ、これを落としたのも私なんだ。あ、あった、やっぱりな。あれなんだろう。33、3364かな。今度は3364ですか。待っていてくれ、ハギー。Solves nothing. It never has. It never will. こんなことをしても何にもならない。ならなかった。と言っています。
ハギーとの電話はうまくいかなかったですね。え、ちょっと待ってよ。え、でもこれってまた電話かけなきゃいけないんじゃないんですか。かけれないしな。なかなか頭を使いますね、今回は。これで行けるところは戻るしかないはずだから。うわっ、絵が塞いでる。354ですね。ああ、デッサンズ落ちちゃった。354。で、ここで行けるのかな？ああ、また戻ってるよ。あれ？ならないよ。なんか微妙な。なんか微妙な綱渡り感がすごいな。でも、ごめんなさいね。今回、あ、出ればいいんだよね。今回番号何も知らないよ。これはこうやって行きましょうね。下見ながら行きましょう。本当は前見ながら行かなきゃいけないんでしょうけど、前を見てる余裕がありません、ね。これで落ちたらおしまいですからね。ちょっと。落ちた今。あ、自分も落ちた。なんかぐしゃっと音がした。よく落ちる日ですね、今回は。破り取られてる。ハギ待っていてくれ。やっと出たよ。You deserve this. All of it. All of it. すべてあなたの自業自得よ。電話が解けた。I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off?指ですよ。とてもリアルな。普通に考えたら、アトリエに戻りますね、これはね。人体の一部を取りましたから、と思って前回、アトリエ行くよねって言ったら、ワンクッションありましたから、ね、で、ちょっと今回も気を引き締めていきましょう。あ、なかった。今回はワンクッションなかったですね。ただアトリエはどんどん崩壊しております。試行錯誤、試行錯誤を繰り返しているんですね。実はですね、今回のショーが長くて今もった心が折れてます。かなりきついですね。ただこの写真見る限り私がかなり見落としてるような気がするので、この私のプレイが完全な正解プレイではありませんので、あくまでヘタレルナル実況でございますので。で、これがまた宝箱出てきましたね。宝箱の中は空でございます。指に対してね、指をなんか手に入れましたけど、それに対してのセリフはこの次の回のでね、読ませていただきますので、棚に入りますから。
あなたを憎んでいた。今でも。分かってる。喪失、孤独、絶望。とうとう分かった。あなたはずっとそう。典型的な部分。まだ道はある。終わらせるの。気のせいかしら。少し文章が変わってきたような気がするんですが。さあ、行きましょう。ちょっと目がこっち見てますね。拭いてみましょう。やっぱりそうですね。奥さんの絵ですね。だから奥さんの絵を描くことで奥さんを取り戻すって意味なのかな。一体この画家の執着はどこに行ってるんでしょう。奥さんなのか、娘さんなのか、ネズミなのか、微妙にちょっとわからないな。あ、もう入ってるかな。あ、入ってましたね。ちょっとこの商品ね、手に入れたものなので、ちょっと文章読んでおきましょうか。この指を手に入れました。何かが必要だった。なんというか、最後のタッチを加えるために。指だ。指が必要だった。切り落とした。足を手のこで切るよりも簡単だった。洗った。オーブンで乾かした。眠ってしまった。焦がすところだった。やり遂げられるだろうか。はい、皆さん。ではこれで、レイヤーズ・オブ・フィア、6回目を終わりたいと思いますが、ここまでですね、約2時間今回私かかってしまったので、私6回目と言ったんですけど、これは切った方がいいかな。6と、6の1と6の2にちょっと切ろうかなと思います。ちょっと皆さんに見ていただくのも2時間はちょっとご負担かけてしまいますので。ということで、実は私的にはわからなくなってきました。この画家と奥さんと娘さんのその相関図といいますか、ちょっとね、わからなくなってきたんですよ。複雑になってきております。皆さん、次が最後のキーアイテムになっておりますが、それで終わるのがどうかもちょっとよくわかっておりません。またお付き合いよろしくお願いいたします。では、6の1、6の2、これで完了したいと思います。では、 CU でございます。